ホワイト軍はアメリカ合衆国テネシー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は25,841人であり、2000年の23,102人から11.9%増加した。軍庁所在地はスパータ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ホワイト軍は1806年9月11日に、 スミス軍とジャクソン軍の一部を合わせ、テネシー州議会によって設立された。これは、地域住民155人が署名した請願に対応するものだった。当初の軍域には、現在のホワイト軍とウォーレン軍の全部、及び、キャノン軍、コーフィ軍、リカーブ軍、フランクリン軍、グランディ軍、パットナム軍、バンビューレン軍の一部が含まれていた。軍の名前については、 今でも異論がある。公式にはアメリカ独立戦争の軍人、測量士、地域最初の白人開拓者とされるジョン・ホワイトにちなんで名付けられたことになっている。ホワイトは1789年にバージニア州からカンバーランド山地に家族を伴って移住してきていた。しかし、歴史家の中にはアメリカ独立戦争の軍人であり、ノックスビルの設立者である。 ジェームズ・ホワイト将軍だと主張する者もいる。暫定的な軍庁所在地は、現在ウォーレン軍に入っている、ロックアイランド近くに設立された。その3年後に、高級的な軍庁所在地として、カーフキラー川岸の場所が選ばれ、スパータと名付けられた。南軍のゲリラだったチャンプ・ファーガソンの墓、スパータ市近く1840年、クリストファー・ハウフマンが、カンバーランド公園にある、 ボンエアーさんに大型のホテルを建設し、国中の人々が訪れるようになった。このホテルは、高専の近くにあり、標高も高かったので、健康に良いと考えられ、宣伝された癒し効果を求めてはるか遠くから人々が訪れた。この頃、テネシー最高裁判所がしばしばスパータで開かれ、この町はシュートになる可能性があると考える議員もいた。しかしその選定では、 ナッシュビル氏にわずかに及ばなかった。最高裁判所の判事にはアンドリュー・ジャクソンも入っていた。南北戦争中には軍内に大変大規模な昇石鉱山があった。イングランド洞窟の出口に近いケ部ブヒルにあるケ部ブヒル昇石ピットが大々的に採掘され、現在でもその痕跡が多く残っている。硝石は弾薬の使用成分であり、 洞窟の土を越すことで得られていた。南北戦争では地域で大きな戦闘はなかったが、ホワイト軍に大きな影響を与えた。大半が北軍寄りである東テネシーと南軍寄りである中部テネシーの境界にあたり、両軍のゲリラからの攻撃を受けた。南軍側のゲリラで有名なのがチャンプ・ファーガソンであり、多くの破壊行為を受けたが、 終戦後の1865年5月28日に逮捕された。ファーガソンはスパータに近いフランス墓地に埋葬されている。ホワイト軍からは南軍に19個中隊、北軍には1個中隊のみが出生した。その後の数十年間をかけてホワイト軍は戦争の余人からゆっくりと立ち上がった。ボンエアーさんで石炭工業が始まりブームになったために 鉄道で外界と接続された。この山は、歴生炭が豊富であり、地元の事業家はそれから上がる利益を素早く実現させた。ボンエアー、イーストランド、レーブンズクロフトなど、炭鉱町がいくつか軍内の高原部に出現した。石炭工業が軍民を数千人規模で、数十年間雇用したが、20世紀に入ると炭鉱が閉鎖され、人々が去っていくようになり、 第二次世界大戦の時までに産業そのものが消失した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は379平方マイルで、あり、このうち陸地377平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.74%である。ホワイト軍の夕日、アメリカ国道70号線のカンバーランド、高原忠から見る、 ブルースプリング洞窟ブルースプリング洞窟はスパータの北東5マイルにあり長さ35.0015マイルとテネシー州では最長アメリカ合衆国では第10位の洞窟である1990年にビル・オルターによって絶滅した更新予のジャガーの足跡が発見された人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである群内には ホワイト軍高校のほか、中学校1校、小学校7校がある。ブルース・プリング・ケーブ・バイラリー・マシューズ・アンド・ビル・ワルター、パブリッシュド・フェブラリー2010バイザ・ナショナル、スピーディア・ロジクル・ソサイティ。 ISBN 978から1から879,961から3十6から 4ISBN 978から1から879,961から37から1340ページーズありがとうございます。